徳川家光、江戸幕府第三代将軍である。戦乱の世が終わり、平和な世の中に生まれた家光だったが、その生涯は順風満帆ではなかった。めっちゃきつい。苦悩に満ちた家光の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、ネクラな家光。1604年江戸城、天下を統一した徳川家の次男として家光は生まれる。家光、父は徳川秀忠、母は郷。お前がやがて将軍を引き継ぐのだ。ああ。家光は次男だったが、長男はすでに亡くなっていたため後継ぎとして扱われていた。しかし弟忠長が生まれたことで家光の立場は揺らいでいく。家光は生まれつき病弱で室温の症状もあり、顔には天然痘の跡が残っていた。そして性格も暗かった。そんな家光とは対照的に、弟忠長は健康的で利発、おまけに容姿も美しかった。今日も太陽が眩しいぜ。私は弟が眩しい。そんな弟に劣等感を抱いていたようである。母郷が家光よりも弟に愛情を注いだことも家光の心をえぐった。あなたは本当に元気いっぱいね。えへへへへ。母上も父上も私よりあいつの方が好きなんだ。私は必要ない存在なんだ。こうして家光の性格はさらに暗くなっていく。あいつはちょっと暗すぎるな。家を継がせるの心配になってきたな。ええ。家光の後継ぎとしての立場は徐々に危うくなっていく。ああ、私には無理だ。私に将軍は務まらないよ。何を言っているのですか。あなたが徳川家を継ぐのです。あなたが次の将軍なのですよ。自信を持つのです。家光のピンチに立ち上がったのが家光の乳母春日の局であった。いやでも無理でしょ。無理無理無理。無理じゃない。この私が何とかしてみせます。そして春日の局は家康に直談判する。家康様、このままでは家光様が後継ぎではなくなってしまいますよ。そうなの。直談判を受けた家康は家光が後継者であることを明確に打ち出した。後継ぎは家光、これは揺るがない。わかったな秀忠。はい。こうして家光の立場は確立されたが、心の傷はそう簡単には癒えなかった。おじじ様は味方してくれましたが、父上も母上も納得しているのでしょうか。私が消えた方が丸く収まるのではないか。やめろ。10代前半の頃には自殺未遂をして春日の局に止められるということもあったという。幼少期のトラウマが影響しているのか、家光は人と違う道へ進み始める。チャプター2、難色にはまる家光。成長した家光は難色にはまった。難色は当時も珍しいものではない。しかし家光のそれは度を越していた。家光は男性ばかりに興味を持って女性と関係を持とうとしなかった。子作りは家を維持するために必要な行為であり、それをしようとしないのは将軍家を継ぐ者としては大問題であった。これは由々しき事態ぞ。さらに家光は関係を持った男とトラブルになることもしばしばあったという。事件1、気にかけていた男が別の男と風呂場で戯れていたところを目撃してその場で惨殺。イチャイチャすんな。事件2、気にかけていた男に子供ができたことで嫉妬し領地没収。没収じゃ俺。また難色に夢中になるあまり性質との関係は破綻していた。そしてすぐに離縁してしまう。女に興味はない。そんな中立ち上がったのがまたしても春日の局であった。あわわわわ、このままではいかん。家光様には何としても後継ぎを作ってもらわねば。江戸の町、そこのお嬢さん。はい。将軍の子を産んでみない。はい。春日の局は町に出向いて家光が気に入りそうな女性をスカウトしまくった。そして家光に女性を次々と接近させた。行け娘たち、家光様を誘惑してみせろ。玉の輿を狙いな。はい。頑張ってくれるのはありがたいけど女に興味がないから無理だよ。生理的に無理っていうかなんというか。それからしばらくして第一子が誕生する。家光が30代半ばの頃であった。その後家光は女性に目覚めたのか複数の女性と関係を持ち多くの子が誕生することになる。その中には後に将軍となる
家綱や綱吉もいた。しゃあ、これで徳川家は安泰ぞ。こうして春日の局の尽力により大奥が形成されていく。大奥は後の将軍の後継者を生み出す大事な役割を果たすことになる。チャプター3、最後。1623年、家光は父秀忠から将軍職を継ぎ、江戸幕府第3代将軍となる。彼は父秀忠ではなく祖父家康を目標にして治世を行った。父との確執は消えないままだったのかもしれない。参勤交代の制度化、キリスト教の弾圧、島原の乱の鎮圧、鎖国の完成、家光はその治世で江戸幕府の基礎を固めていった。そして1650年、あとは任せた家綱。はい父上。病気により家光はこの世を去る。享年48。幼少期のエピソードや春日の局の奔走を見ていると少し頼りない印象のある家光だが、彼の存在により江戸幕府が完成に近づいたことは事実である。そしてその地は第4代将軍家綱、第5代将軍綱吉につながっていく。余談ですが、家光の第一子を産んだおふりの方は石田三成のひ孫だそうです。関ヶ原の戦いでバトルした石田三成と徳川家康、彼らの子孫は江戸時代に交わっていたんですね。今日の名言、あなたの強さはあなたの弱さから生まれる。ジークムント・フロイト。次回の日本史漫画は生類憐れみの霊を出した男、徳川綱吉の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。